皆さん、こんにちは。こんにちは。三橋 TV のお時間です。この番組は月刊三橋会員の皆様のご支援によりお送りしております。キャスターは私、光景ノート三橋貴明です。そして今回も特別ゲストといたしまして、作家、古代史研究家、長濱博明先生にお越しいただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で、前回はですね、そのまあ今の、まあ、古代史だけじゃないんですけど、その日本の歴史観がこう歪んでしまった大元の原因についてお伺いしましたけれど、ちょっと今回から具体的なね、はい、内容を見ていきたいんですけど、なんかコケさんツアー行って、日本が邪馬台国ツアーに行ってすごい楽しませていただいたんですけど、はい、なんかあの魏志倭人伝にのっとって、なんだろう、こうルートをたどって邪馬台国であったであろう場所からの景色とか見せていただいたんですけど、なんかいろんな説があるじゃないですか、邪馬台国って。私もちっちゃい頃とか、なんか何説があるって、よく分かってないみたいな感じで教わってたんですけど、実際邪馬台国っていつどこら辺にあったんですか？そうですね、この邪馬台国だけをね、地域してても実を言うと分からないんですよね、結局その古代史のですね、日本書紀、それからまあ信濃の史、まあ朝鮮の史を含む全体のこの東アジア の古代史のフレームがね、はい、分かって、その中の位置づけとして邪馬台国がこうだというふうに見ないと、まあ、ある意味なかなか分かりづらいと、うん、私はそのように考えてるんですよね。それで邪馬台国の位置についてですね、まあこれよく私も出すんですけどもね、今までさっき言いましたようにですね、古代史っていうと大学、何々大学の教授とかね、そういう人が喋ってることが本当だと思ってきたんですけども、さっきも前回も言いましたように、彼らの思想がねじ曲げられてるんで、なかなかこの本当のことが分かんないんですよ。で、要するに納得する本が一冊もないってことなんですよ、結局。だから要するになぜかっていうとですね、ここにありますように、この実情を知るにはですね、まあ昔はこういう古事記、日本書紀のこういう文献史学者がやってきたんですけども、この人はこれの専門ね。ですから そうじゃなくて、これもやる、信濃の史書も読まなくちゃいけない、朝鮮の史書も読まなくちゃいけないと。それ そのうちその考古学ですね、土を掘ってなんだかんだ出てくると、それからもっと根源的な言語学ですね、これも大事と。例えば、まあ、日本の祖先がまあシナ大陸だとか朝鮮半島から来たってんだけど、どうして日本語 と、中国語ですね、シナ語と朝鮮語は違うのとかですね、あるいはこう地理学ですね、あるいは生物学、分子人類学とか形態人類、これは骨の形とかその他ですね、はい、まあ、こうやら神社の社でいろいろこう全体からね、解き明かしていく必要があると。それからね、それはまあこういうことですね。それから自己主張、ああ思う、こう思う、こう思うのである、こう考えるのである、なんていうんじゃなくてですね、データをして語らしめる、これは文化人類学的なやり方なんですけども、データをして語らしめると。それから誰もが納得できる論理展開をすると、ああもっともだよねと。だってこの大学教授がちょっとおかしなこと言ってるわけですからね、はい、我々が自分で判断するしかないわけですよ、これはね。まあそんなふうに私はまあ考えて進めてきたわけです、はい。で、まあ、いきなりこの短時間でですね、話するなかなか難しいんですけども、まあ魏志倭人っていうのはこんな漢文の本でしてね、これは読み下してる専門家っていうのは随分いるんで、まあ、我々がガタガタ言う必要もないんですけども、例えば倭人伝ですね、倭人は大砲東南海の中にありですね、それで山や島によりて国や村をなすと、元百余国ありと、で漢の時代に朝見するもあり、今は市役を通じるところ30国ばかりなりと、まあそんなことが書いてあるわけです。それで、まあ、どこにあるかということ、これを文読んでもしょうがないんでね、というのはこういう読んでもしょうがないんです。ところがね、この信濃の師匠、いろんな人がいてですね、こういう信濃の師匠は大事な本だっていう人がいるんですよね、こういう石原さんだとか森先生だとかね、かたやですね、
この信濃の師匠なんかこんなのは意味がないと、デタラメだと、例えばこれフィクションだという先生が、例えば田中先生なんかそうなんですけども、まあ、亡くなられた、まあ、渡辺昭一先生もそうなんですけども、で私はですね、まあそれデタラメだっていう説じゃなくて、こちらの説を取ってるんですね。やっぱり魏志倭人伝、あるいは信濃の師匠もですね、非常に大事な要素を持っていると。 ですから、まあ、こういう方はもう一切もう読まないですね。読まないで古代を語ると、うん、多少だから魏志倭人伝読まないで邪馬台国語るんですか。そうそうそう、これは無理があるんだよ。これは無理があるでしょ。だから邪馬台国はデタラメだって、まあ、そういうふうに言うわけなんですよ。デタラメだと、あんなもんデタラメ、すべてフィクションだということを言ってるわけですよ、うん、読まないんだから否定してるわけですよ。ダメ。私は読んで、で本当に何が書いてあるかですね、はい、そんなにデタラメなものかと。先ほど言いましたようにですね、邪馬台国の位置っていうのは、まあ、当時朝鮮半島ですね、これはまあ大体この辺は漢だったんでね。でここはまあ信濃の植民地大砲軍、はい、でこの南はですね、和人が住んでいた和の国です、うん、で、まあ、こう海を渡ってですね、対馬に来て、まあ、一四国行きですね、それから松浦国、これは松浦国っていうのが正しいのかもしれないですね。それ、ま、この当時ね、松浦軍が、ね、この辺が全部松浦軍だったんですよ。で松浦って呼んでたらしいですよね。ただまあ本によっては松浦というふうに書いてるのもあります。というのはこれが松浦軍だったからね、うんうん、この 全域が松浦軍だったんですよ、はい、でこれ松浦、これ ロって字ですよ、だけどね、松浦国っていうふうに書いてる本もある。でここからですね、伊都国、那国、まあ、ここまでは大体みんな意見が一致するんですよ。ここから意見がまあ、拡散しちゃう、はい、で、まあ、大きくはですね、まあ、九州の説と、あとはこの大和の地ですね、はい、この2つに大きく分かれてる。で、まあ、私が非常に疑問に思うのはですね、この日本書紀にはね、水仁天皇の御代、まあ、これは皇居、まあ、西暦、お西暦と思ってください。この天皇の御代にですね、さらに牧牧に都を作り、玉城の宮といったってこう書いてあるんですよ、うん、日本書紀に。この本にね書いてある。で慶光天皇の時にまた牧牧に都を作られたと、これを日代宮というと書いてある。ということはこれはその前のですね、崇神天皇の御代から作り始めてね、そしてここにこの二代の天皇がここを都として、いたということが、こう史書、まあ、古事記にも同じようなことを書いてあります、はい、にもかかわらずその考古学者という人たちはですね、この日本書紀を一切無視するんですよ。無視、こういうことはね、ないことにするないことにするんですよ。そしてですね、というのはこれは、ね、戦後ね、この神道指令っていうのが出てですね、古事記日本書紀を肯定する学者はですね、全部大学から追放された。だからこれを肯定して喋れなくなっちゃった。基本資料じゃないですか。そうそう、それを無視する、一切無視するわけですよ、はい、それでその代わりですね、この魏志倭人伝にはですね、邪馬台国が牧牧にあったとか、邪馬台国は当選したんだとかですね、ここからですね、書かれていないのにそのことを信じるんですよ。書かれてないことを信じるってどういうことなんですか。だから自分の頭で想像して、それを文章に書いて、私はこう思う、こう思う、こう思うというふうに本を書いていくわけです、はい、おかしいですね、これね。おかしいですね。でこういう頭でですね、今の考古学者のあるいは学会の流れができていると。でこの影響を受けて伊沢元彦さんとかね、はい、場合によったらその百田さんなんかも、うん、本を書いてるわけですよ、この流れに乗って。でも魏志倭人伝って短いじゃないですか、全部。そうそうそう。それで普通に読めばどう考えてもここだろうってことになりますよね、うん、それがね、なかなかね難しい点がちょっとあるんですよね、はい、これはその日本語にしたやつね、うん、日本語し読みながら絵は見られないんで、これがまあちょっと読んでみますね、はい、例えばね、軍より和に至るには海岸に従えて遂行し、韓国を経て、唐国を経て、あるいは南市、あるいは東、その北岸区や韓国に至る7000よりと。それはね、これは半島の話なんですけども、戻って、要するに そこまで来た、これは全然問題ないんですね。初めて一海を渡る戦意、より対馬国に至る、これも全然まあ問題ない、うん、ここですね、大砲から、これ問題ない、これ全然ある問題にしてない。さらにですね、船に乗りて千より、一四国に、一大国に着く、これも誰も問題にしてない、うん、で海を渡る千より松呂国に至る、まあ、今これ唐津っていうのはですね、
唐津のあたりにいろんな遺跡が出てるんですよ。名畑とかです。その隣に桜の馬場遺跡ってありましたね、王墓ではないか王様の墓ではないか、はいはいはい、だからその北岸の方にはね、あの呼子の方にはないんですそういう遺跡がね、うん、そこであの考古学者、まあ私もこれが正しいと思ってるんですけども、それからですね、東南ですね、東南500里にして伊都国に着く。なんでここから これがあってですね、こっちは東南じゃねえじゃねえかと、なんでこう東南って書いてるんだってことなんですよ。で一つはね、この松六国が我々旅に出るときに出発するときにどっちへ歩き始めるかということを書いていると。あとはグニグニグニ洗ってる間にですね、分かんなくなっちゃうんですよ、はい、山登りなんかする人はよく分かると思います。そしてですね、あともう一つ考えなくちゃいけない、太陽の昇る方向がですね、来るのがどうせあの夏至近辺なんですよ。夏頃ですね。そう、夏とかですか。とか太陽はね、最大23度こっちの方から昇るんですよ、うんうんうん、するとこっちの方から見てですね、出発点はですね、東南になるんですよ、うん、自動的に。で いろいろ行って伊都国に着くと。でこの伊都国っていうのはどこにあるんだってことでですね、まあ、こっちの方に応募があるからこっちじゃないかって言うんですけど、実を言うと律令制時代の道路がですね、ここの海岸線を通ってるんですね。なるほど。ずっと海岸線を通って、それは海岸の方が歩きですからね、あの山の中なんか大変ですから。ですからこのところを行くと大体この距離が500里の距離になるんです。でここから100里で南国に来て、で100里で文国、このこれもの、うん、まあ私は100里でこの三笠川を登る港町に着くというふうに理解してるんですよ。というのはここから水溝に移りますから、ここから水溝に移る。でそこからがですね、非常に議論の揉めるところなんですね。でここ何か何て書いてあるかというとですね、南東馬国に至る水溝20日って書いてあるんですよ、うん、この水溝20日の理解はですね、船旅が20日、船旅で行くんだけども20日見ておいてくださいねということなんですよ。これはどういうことかというと、これ川を遡るわけですから、はい、雨が降ってですね、水が流れが速ければ進めないですね。だいたい2ノット、2ノットってことはまあ4キロぐらいの速さで、川が流れ下ってるともう進めない、漕ぎ上がれないから待たなくちゃいけない。それからもう一つはですね、この三笠川の周辺に昨日言った板付石もそうなんですけども、遺跡がいっぱいあるんですよ、うん、遺跡がいっぱいあるってことはですね、私はシナ人っていうのはね、今の中国人のことじゃなくて、歴史を語るときですね、中国っていうと分かんなくなっちゃう。その時代は中国ってことがない、はい、国はないんで、シナ人がですねこの辺にの習慣としてですね、あちこち調査してるんですよ、あちこちの村、あちこちの村を。それがこれを見れば書いてある。そうするとですね、例えば板塚に調査に来るとシナ人の一行がですね、そうすると何が起こるかっていうと、着いた時にですね、そこの町にが町がまず大体義の生死ですから歓迎会するわけですよ、ね、歓迎の宴、うん、歓迎の宴。私もグリーンパスポートでですね、 ODA で敦煌なんかでだいぶ仕事したんですけども、そうすると行くと必ずそのグリーンパスポートで行くと向こうの担当者が接待する。でまあその日一日、まあ、飲んだり食べたりしてですね、うん、それで調査を 2,3 時行にして、で帰る時にですね、また今度は返礼の宴を催すんですよ、うんうん、じゃあお世話になりました、それじゃあまた、大変今夜みんなで、苦労をねぎらいましょうと言ってですね、要するにだ1日の調査でも3日かかってしまう、2日の調査なら4日、そういうふうに日数がですね、このあと遺跡いっぱい出ますから、うん、かかっていくというふうに理解すべきなんですよ。この水溝三笠川であっても、そしてこの東馬国に至る、この東馬国っていうのはですね、私は太宰府あたりというふうに考えてます、うん、太宰府あたり、この東馬国のところにね、例えばここに、どっかなかったかな、東馬国、南東馬国に至る、5万戸ばかり、5万戸ばかりって書いてある。20万人ぐらいいたわけですね。その5万戸ばかりっていうのをどうして理解するかってことなんですよ、うん、いやそんな20万人もあるような町があるわけねえじゃねえかって、まあそういうことがある。そうじゃなくって、うん、東馬国のここに官というのがいてですね、まあ、例えば県で言えば県知事みたいなところですね、そこに行ってお宅ところで何軒ぐらい家があるんですかというふうに聞くと、自分の支配している村々の全部の土地のその官号はあちこちにあると、私が支配している官号はこのエリア、この町、うちの国は5万戸ぐらいありますよということを、その信濃の師匠に語ったっていうことがここに書いてあるというふうに私は理解している。
これは吉野ヶ里行きましたよね、はい、ああいう漢語がですねこの辺にねいっぱいあるんですよ。いっぱいある。あの発掘されたのはあれだけですけど、その辺に山のようにあるんです、この辺に。それで自分の支配地域の漢語に住む家を、まあ、そういうふうに言ったと、まあ、そういうことなんですね。そしてですね、次にありますね、水耕十日、陸耕一月、寒に何とかありというか、寒次々次というふうに3人ほど福が来るんですけども、7万戸ばかりになり、要するにね、ここからこの東間国からですね、ここについて宝満川っていう、これね、この間地方が見ましたよね、はい、あの支流で水量豊かな川が流れてるんです。支流がで支流のところまで、やってきてですね、そこから船に乗って今度は筑後川の本流に移って、そして動くんですけども、実を言うとこの吉野ヶ里があると、やっぱり吉野ヶ里の調査に行く、あれだけのところですから、うん、で吉野ヶ里調査に行く、そしてそこでまた歓迎の大変量が必ずあるんですよ。必ずある、はい、どこ行っても必ずあるんですよ。というのは、訪れられた官豪の接待者としてはです、ね、初めてですから、来る方は何度でもですけどね、だからそこで必ず歓迎の宴がある、うん、そうするともう品人の習性としてこの返礼の宴をしないといけない、はい、そういうことをずっとここで行われてきて、そしてこの船着き場で降りてですね、また陸港に移って、ここに、まあ、矢部川っていう川があるんですけども、 ですからこれこの川を登るときはですね、たかたかこれは確か20キロぐらいじゃないかな、あの曲がりを考えても、これ蛇行を考えても、それでも20日って書いてあるんですね。これ下りですから長さは3倍ぐらいあるんですよ、大体。それでもね10日になってるんですよ。下りだから船は楽ですよね。だそういうふうに理解できる。でここから今度はまた陸港に移って、矢部川を通って、そしてこの邪馬台国のあるこの大和郡の麓にやってくると。で昔はですね、この辺りには遺跡が何もないっていうことがですね、うん、弱点だったところがですね、高速道路の開通に伴ってですね、この辺にも大規模な観光集落が出たってことが分かってるんですよ、うん、それから小高い丘にも遺跡があるし、そしてなおかつ象山というところがあってですね、この象山には皇后石というわけのわからない石があるんですけど、まあ私は城柵を建てたベースになってるんじゃないかなというふうに、まあ、要するに石を置いて、うん、その裏側に大きな木を建てて、そしてそれでもっていざとなったら弓矢を引くとかね、城ってことですね、城で城柵ってのはそういう意味ですね、それの基礎部分ではないかというふうにまあ考えることもできると、うん、まあそんなところでですね、要するにこれ朝鮮通信使の移動の仕方です。信濃正史がですね、日本足でテクテク歩くってことないんですよ、当然のこととして。朝鮮正史ですらこれですから、沖縄の琉球の正史がですね、江戸城に行った時もやっぱり腰に乗ってます、うん、みんな担がれていく。だから一日ね、そんな一日一人4キロ歩くとかね、10時から歩けば一日40キロ進むとかね、そういうことを言う人いるんですけども、ありえない。そういう距離感、こういうだから文化人類学的なその様子を想像しないで、単に文字を紋切り型に捉えて計算するだけなんですよ、ね、うん、そうじゃないんですよ、こうやって進む。それからさっき言いましたね、この辺にはですね、この三笠川のところにいっぱい遺跡があるの。最近はこっち側にも出てます、遺跡が、うん、そこで必ずそういうことが起こるんですよ。そしてここに移ってですね、今度はここにまで実は宝満川があるんですけども、この川に乗って今度は吉野ヶ里に寄ったりですね、こちらに寄ったりあっちに寄ったりしながら、そしてここで降りて大和のここに来ると、まあ、そういうことをまあ言ってるんで、まあ船は船で、こういう船ですね、当時帆がなかったから手漕ぎの船で進んでいくと、まあ、そういうことで、当時の信濃人あるいは状況をですね、この文化人類学的って言ったらちょっとオーバーなんですけども、文化を考えながら理解するとそんなに難しい話ではないんですよ、うん、全然。それで当時ですね、他にもまあ書いてることがありますね。これは神武統制邪馬台国時代の九州勢力図っていうのを書いたんですけども、この2から3世紀のこの北部の倭国ですね、この倭国っていうのはですね、日本というふうに捉えたらこの時代のことは分からなくなってしまう、はい、倭国というのはですね、魏志倭人伝というのは日本のことを言ったんだってじゃなくって、主としてこの北部九州、要するに信濃と付き合っている国のことを言ったんだというふうに理解しないと信濃の史書を読み誤る、それが原因でですね、魏志倭人伝はデタラメだというふうに、まあ、渡辺昭一先生なんかおっしゃってたんですけども、まあそうじゃないんですよね、この辺の人のことを言ってると。ですから例えば、
女王国より異国その個数同流あえて略記すべきもその世の亡国は演説にして、要するにその山一国、山大国ですね、山大国から北は分かるけども、要するにこの山大国はここにあるから、この北の国々は全部分かってますよということがここに書いてある。それからですね、女王国の南にクナ国あり、その間にククチヒクあり、これその間に ここの南にクナ国あって、熊本ですね、この菊池彦があると、まあ、ここと言ってですね、それから女王国の東、海を渡る線よりまた国あり、南はしないと、まあ、要するにこの東にですね、瀬戸内海を渡っていくと、そのうちにまた国があるんだと、それは南はしなんだと、要するにここだというふうに読むことによって、この魏志倭人伝のに書いてあることが合理的に簡単に理解ができると。もう一個ね、これ決定的だと思うんですけど、まあ、クナ国と菊池彦も私もともと山が生まれなので、あのよくわかるんですけど、もう一個伊藤国に監察というか、要は管理人を置いて、それで北部の国々を統括させてたってあるじゃないですか。そうですね。ということは明らかに北の国々は糸島市のところの役人が管理していたわけですね。そうですね、この辺のところです、はい、この辺明らかにそうですね、まあ、そのようにも読めますね、うん、ただそれは こちらに服属していたと、そういうことですよね、はい、遠いですからね、距離がね、うん、まあ、それはまあやむを得ない。でこれがあの、ゾヤマさん、あのこの辺にですね、梅野さんって方だったかな、あの昔からこの辺を調べてる人がいまして、その人のうちっていうのを見せてもらったものなんですけども、まあ、これはネットで出てますね。このゾヤマのところからですね、こういう秀麗な首飾が出てる、きらびやかに、これ本物です、本物なんだ、こんなにきらびやかな、そうそう、まあ、見てきましたね、私もね、実際。それからそのゾヤマの山頂から見るとですね、この筑後平野が広がってます、はい、それからこういう中広の道鉾ですね、こういったものも出てるということで、昔からこの辺も、まあ、掘ればですね、あの古代的な古代の色濃いところだったと。そして、うん、あのここに、うん、7万個とあるんですよ、この女王国、うん、それはまさにこの女王国の支配するこの一帯の個数が7万個あったと、国々、これ宝大社から見たとこプラス裏ですもんね、そうです、裏も入ってますからね、そういう ところを調して7万個と、まあ、そのようなことでですね、まあ、普通に考えればそんなに難しい話ではないと、まあ、私はまあそのように考えております。あの先生、さっきの伊藤国の話なんですけど、北の国々をね、その伊藤国に置いた管理人に管理させてますよって書いてあるんですけど、その牧向に山田彦があったら北じゃないでしょうね、まあ、それ全然西じゃねえかとなんでこういうおかしなこと、まあ考古学の問題なんでしょうけど、勝手に飲み替えるんですよ、だからこの本通り読まない、はい、自分で、あ、牧向だ、大きな遺跡ができたら牧向なんだと、じゃあ牧向に、合わせるにはこの本をどうやって読み替えたら牧向になるだろうかと、伊藤国が鶴賀とかになっちゃいますよねまあそうそうそう、どう考えてもね、そうやって、はい、読むんですよ、だからそれはそういうことと分からなくなっちゃうんで、やっぱりこれごと読んでですね、そしてまあ考古学のみならず文化人類学的にですね、シナ人の習性をよく読み解いてですね、そして、まあ普通に考えれば大した難しい話ではないと、まあ私はそのように、どうですか、高家さん、実際に行かれた、はい、まあ、あの道をたどりましたよね、はい、あの山と山の間を抜けて、そう、頭はそこ太宰府の位置なんですけど、そこを抜けてこう、あの山ヶ市の、あんま山ヶ市か宮間市の方に向かうっていう形でルートをたどりましたけど、なんかああいう目で九州見たことなかったので、私住みないねすごい面白かったですまたやりますか、やりたいですね、今度ね、あの妻国いろんな説があって、私は貧富の国じゃないかな、妻神社とかあるじゃないですか、まあ、それはまあともかくとして、貧富は宮崎県も斎藤原古墳とか、あれ完全山東町ですよね、この形が、そうです、大和王朝のふるさとっていうことで、あそこもちょっと行ってみたいなと思ってるんで、行きたいです、行きたいです、行きたいです、はい、またみんなで行きますか、はい、ちょっと宮崎に行くんですけど、はい、ということで今日はですね、魏志倭人伝を、はい、まあ、ベースに山田国どこにあったのかというのをお話しいただきました、先生ありがとうございました、ありがとうございました。